何も。お、目が覚めたか。そんじゃ、これまでの2つの元凶から見るに、まだその時が来てつうことはもうちょっと。そうです。それにフィッシュルがいません。彼女はもう少し待ってみましょう。浜辺に何か落ちてるみたいだぞ。一冊の本。この彫像、なぜ一緒に現れたの。これなんだろうな。どれどれ。あ、見ろよ。言われてみれば確かにあいつが書きそうな。何やら神聖なものを感じる名前。どうする、触ってみるか。まだ帰ってきていません。仕方ありません、先に見てみましょう。そうだな、日記を誰かに載せ。今の国民にその記憶はないが、学者は知っている。え、さすが本の中の世界だぜ。道が途切れてて先に進め。あそこに装置があります。オイラ思ったんだけど、なん聖国ですからね。それもそうだな、さすがフィッシュル。彼女は生き霊を憐れみ、彼らが苦しむ姿を見たくなかった。故に夜の色と玄武を抜き取り、万物を庇護する夜を最初に紡ぎ出したのだ。進化は皇女殿下の力をあがめ、彼女の呼びかけに従った。後に雄野浄土と呼ばれる神聖なる国へと移り住んだのだ。本当に雄野浄土。風よ、行くぞ。我らは聖国を作り、皇女殿下を至高なる人と仰いだ。また歯科や演劇、冒険などを国に持ち込み、雄野浄土の輪郭を作り上げた。行くぞ。
そして雨が止んだ時、皇女殿下は天の階段を降りられたのだ。臣下たちは殿下が放つ最上の栄光を目にしたのである。助けてください。これって彫像？そんなこと言わないでください。騎士？見えませんか？まあこの際それはいいでしょう。聞いたことありませんか？メギストスの方がまだ言いやす、うん、みんなそう言います。皆さん楽しくおしゃべりされているところすみません。邪魔するつもりはないのですが、親切なあなたたちが私を助けてくれましたら、扉の開け方を。そういうことでした。英雄たちよ、ここ扉を開ける合言葉は、行くぞ。我が民に自由を与え、古き法則にとらわれぬようにか。捕まえた。かかれ。風よ。書記官、各領主たち、忠実な夜ガラス騎士は塔に登り、皇女殿下に忠誠を誓う。鮮やかな紫色のドレスに口づけすることをこの上ない栄誉であると思った。
無駄だ。くだらない。行き止まりみたいだな。さっき聞こえたのって。なるほど、署名にあった聖国は最後のページまで。続き、それは探索を続ける。おや、場所が変わったよ。ここってモンドの家みたいだな。ごきげんよう。愛しいエミちゃん、ステーキと漁師トーストを作ったわよ。あらら、私ったらうったりしてたわ。え？ああ、窓からの眺めがなんと美しいこと。え、喜んで。ああ。その単刀直入に聞くけど、エミちゃんって。だろうな。それからさっき。どうして私を見るんですか？失礼かもしれぬが、その…まったく、私をバカにしないでください。先生術師である私のフルネームは、アストロギ…すまな。長いな！この名を持つことができるのは、どういう理屈だ？それより先ほどのあれ、どう思いますか？一つ確信したのは…でも、フィッシュルの家族まで彼女につ…いつもあの調子だったわけではないと思いますよ。あの声、モナはよくし友達なんだから。フィッシュルは今、先ほどの話では出かけると言っていた。様子を見に行ってみるでござるよ。あ、戻ってきたみたいだぞ。いや、待った、どうし、この感じ最悪です。まるで先生、二人ともかなりショックを受けてる。かくいう拙者もそりゃ誰だって嫌だろう。の、それ、ん、何も起こらぬな。あれ、さっきまで、はどういうことですか？ふむ、元凶から離れる前、最後のページをめく…まるで安っぽい娯楽小説みたいな売り方…ふむ、結末か…おっと、まずい、僕を見てるな。あなた…僕は道を聞かれるのが好きな…その名前…や…では、アーノルド、あなたに聞きたいのですが…アーノルドじゃない、み…道を聞かれるのが好きなアーノルド…何でしょう、お嬢さん。聖国の栄章の続きを知っていますか？それなら僕に聞いて正解だ。もし第2巻を探すのなら、高い塔って、そう、あの塔に聖典が保管されてる。ありがとうございます、アーノルド。アーノルドじゃない、道を聞かれるのが好き。美しきお嬢さん、他に聞くことはないかな？彼女がいるかどうか、給料をいくらもらってるか。ありません、あの夜ガラスは放っておきましょう。ああ、お嬢さん、本当に僕に興味がないと？風の行く先を。いざ。モ
待て、お前ら何者だ。その様子、雄夜浄土の進化ではないな。まさか守衛がいるなんて。え、何をするつもりだ。殿下の進化だと。まったく、そのような横柄な質問をしてくるとは。あなたたち我が民に自由を与え、それは雄夜浄土の愛なんてことを。ほら、ええ、今すぐ姿を消します。よし、これが聖国の栄章だ。うん、しかし雄夜浄土は悪夢のように広がる暗雲に包まれた。え、竜が現れた。竜。なるほど、彼女を否定しその妄想に異を唱え。行こう。期待を悟り、救世主に祈りを捧げる。終わりね、決死。うざい。王女殿下は降臨したが、大戦による災いは王城にまで及んだ。いざ。無駄だ。行くぞ。だがついに彼女は制裁の雷を持ってして
竜の鱗を貫く。竜の血による嵐の中、彼女は言葉を告げた。行こう。助けてください。もう今大事なとこだったのに。少女は最後になんて言ったんだ。今の声どこかで。ああよかったです。あれまたあなたたち。それはこっちのセリフです。いざ。行こう。しっ。
いざ。しいざ。このような無様な姿を演じる？ええ、恥ずかしながら私は本物の騎士では。それって胸を。皆さんはご存じないかもしれませんが。へえ、つまり。ええ、そうなりますね。あなたたちの皇女殿下。皇女殿下は昔このように。おそらく演劇において魂とは。なるほど。教えていただき感謝。おお、それでは私は。もう会わなくて済む。あ、そうだ、扉を開けるための合言葉をお教えしますね。マイア、ごきげんよう。今日は夕夜浄土の祭典の日。二人には。エミちゃん、その年になってもまだそれを続けるのかい？もう大きいんだから、童話の話を信じるのはやめなさい。でも。そうだ、お母さん新しい本を買ったの。楽器の弾き方が詳しく載ってるから読んでみて。いいわね、より有意義に時間を使うのよ。お母さん。わかった。また戻った。偶然にもかの茶流。はあ、ああいうのすごく強化。おや、あなたは。僕は道を聞かれるのが。いえ、私その通りですけど。親愛なるお嬢さん、君が僕のためにすることなど何もない。君の美しさこそが僕への一番のご褒美なんだ。だから君が求める答えを、聖典の第3巻は
おっ、そこに見張りはいるだろうか。ああ、もちろんいるさ。何をバカなこと言ってるんだ。貴重な本、つまりそこもヨガラスによって守られておるのだな。聖典を守るのは進化にとってこの上ない栄誉だ。はあ、君はなんて美しい顔をしているんだ。その上知性に満ち溢れている。大書記官のオズ様が伝えし殿下の偉業は雄夜浄土の。無駄だ。捕まえた。かかれ。は？行こう。待て！また。なんだよ。いいや、デタラメを言うな。はあ？もう一度言うが、何時は今、誰のことを小物と。皇女殿下に。雄夜浄土の臣下たち。しかし。しかしては。はフィッシュルにオズ、お前。ひとまずそう。お嬢様は元凶には無。モナが言ってた通り、日記を誰かに覗かれ。浅はかね。お嬢様は問題？うん、そのはん、さあ行こうぜ。お嬢様はこれほど大行な下。もいいのよ。お城があるけど。お嬢様、その必要。オズ、それを言わない。今思い出したわ。私ってことは、竜の血による嵐の中、彼女は言葉を告げた。我が民に自。いざ。無駄だ。急がなくてもいいのよ。痛がっちゃいないの。捕まえた。進化が彼女を拝んだ。すると彼女は
私のために祭典を催し、荒野で劇を演じよ。私にひれ伏。石を拾って城と町を作り、山や海を開いた。紺碧に輝く我らが王国は小さくも金器の楽土である。いい結末になりそうだな。助けてください。
気がしてたぜ。そう言わないでください。確かに未熟ではありますが、絶対にこれが最後だって予感がしてるんです。行こう。旅には、皆さんのお言葉気づきましたか。皆さんはヨガラスは、あなたたちは予言書。ええ、その後その予言は救世主だから私は、はああ、我が神大変こう何時はよ皇女殿下ありがとうございます。ああそうだ、おいらこの場にお嬢様、それはやふむなら急ごうぜ。ええ除去く運だ、早く閉じよう。また変なところに飛ばされなきゃいいけど。ここは苦心し探した、バカバカしい。フィッシュルがもう一影。え、うそこのヨガラスはオズという大職。恐縮です。なんであいつのことをお嬢さん。ご覧の塔筋は通って。ユーヤ浄土とは一度入れば二度と。オズに至ってはオズであることに変わ。お嬢様からそのように認めていただき恐悦至極です。それではお言葉通り。オズどこへ。向こうへ行っちゃいましたよ。フィッオズ何を惑わされ。大間違いよ。いい、こ墓場あなたが一番知っているはずよ。あなたよこれほど壮大で虚構あなたがここに溶け。エミちゃん、おい、見事に自分にバッモナ。何ですか。ふん、ま、認めたくないけど。いや、考えを整理するでこ。カズハ拙者は稲妻の剣。自分の墓場を持つって。シーン、へえ、
友達ができたようね。私は、あ、違う。私こそ。一歩ずつ着実に進もう。心を落ち着かせることで勝利につながるでござる。水中弦、あっ、そこだ。リズムに乗れるかい。また占いの力が働いたようです。結果は私の知っているフィッシュルの大勝利ですね。ありえない。今もまだあなたは私の子。確かにそのような日々を過ごしていたこともあるけど、そこにある息を飲むような幻、あなたは傲慢に見、あなたは完全な公女じゃない。軟弱ゆえにトゲだらけで、さあ返してちょうだい。私のものをよ。ああ、お嬢様。よくもそんなことが言える。いえ、お嬢様、ご存知の通り、私、しかし。なるほど。私の身分。フィッシュルという。ん？これはお嬢。フィッシュルは人生の楽。いいえ。フィッシュル。おお。え？その方、フィッシュルはま、フィッシュル。そして何より。フィッシュルはフィッシュルの追従する我が民に雄夜城。さあ殿下、暗闇を受け。うわあ、ドレスのやつが。どうやら、うんうんうん、お、我が神下たちよ。うむ、まったく。オズの言う通り、雄夜浄土へ。めでたしめでたし。ある嵐の夜、少女は図書館の中で進むべき未来の道を見つけた。少女は自身に言う。自らの夢の国を作ろう。石を拾って城と町を作る。山と海を開くのだ。そして同じ夢を持つ全ての魂にこう伝えた。全ての非現実的なものに誇りを持て。我らはこの世界よりも上にある。なぜなら紺碧に輝く我らの国は小さくも近畿の楽土である。今日は本当に素敵。それに大丈夫。フィッシュル、外の劇場がパイモン殿。おおお、わかっ、うん。今日はゆうん、いいかこのようなく私が気に。そうだ、承知します。もう一回幻影野郎にね。もしもし、あれ、幻影野郎。そっか、島の外にいる人と俺。え、人に聞くよりまずは自分で調べ、自分の目で全て見極めてみ。おい、今の誰なの。おかしいぞ、なんで今。なんか怖くなってきた。Thank you.
お嬢さん。はっ！